皆さんこんにちは、はっちゃけものです。海と日本プロジェクト、みんなはもちろん知ってるよね。海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、日本財団が推進しているプロジェクトなんだよ。長崎でも海と日本プロジェクト in 長崎として活動しているんだ。今日は今年の取り組みをダイジェストでお届けします。今年の夏、子どもたちが長崎の海の一番をテーマに新聞記者に挑戦してくれたんだけど、覚えてるかな、みんな。その時に海の一番を詰め込んだオリジナルちゃんぽんも考えてくれたんだよ。そのちゃんぽんがついに完成したんです。手掛けたのはよじまるキッチンでもおなじみ坂本シェフ。子どもたちのアイデアを詰め込んだ海のちゃんぽん、一体どんな仕上がりになったのかな。長崎県庁のレストランシェフ出島、早速坂本さんにちゃんぽん作っていただきました。見て見て、エビ、カニ、美味しそうな海鮮がたっぷり入ってるんだよ。こちらが子どもたちのアイデアを詰め込んだちゃんぽん、その名も長崎の海ちゃんぽんです。シェ・デジマで1月末までの期間限定で販売されているんだよ。子どもさんたちにそれぞれがいろんな思いを持って、もう自由な発想力で商品をこう考えていただいてました。そのアサリであったり、ワタリガニとか、エビとか練り物も、魚の形をしたものを今回は採用させてもらいました。甲殻類ですね、甲殻類を使ってちょっとスープにアクセント、エビとかで、甲殻類で取った出汁ですね、これでまあスープを、出してですね、考案された子どもさんたちに、まあよかったら食べていただいて、でやはり自分たちが、まあ学んだことが生かされているっていうことをやはりこう感じていただきたいなと思いますし、まあそうすることでやはりこうさらに、まあ環境問題についてですね、これから先もいろいろとこう考えていただけるような、ものになってもらえれば一番いいかなと思います。美味しそうだな、僕も食べたいよ。次は小浜小学校での出前授業の話だよ。海のちゃんぽん部隊の一人、森田聡真くんがワークショップで学んだことを友達に発表しました。森田くんは雲仙市立小浜小学校で4年生から6年生のみんなに発表したんだ。夏に取材して完成した新聞、海のちゃんぽんタイムスを使って長崎の海についてみんなに学んだことを伝えたんだって。ちゃんぽん部隊の団長中村さんも小浜の海に潜った映像を見せてくれたよ。そこからポコ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 ガスが出てる、これはつまり温泉が湧き出てる。このブクブクは温泉の印。小浜の海には温泉が湧いてるんだって。これにはびっくりだね。みんなもびっくりしながら楽しそうにお話を聞いていました。さあ、このちゃんぽんタイムス、みんなもね、これを見ながら学んだんだよ。次は海洋探査技術を競う国際コンペティションで優勝した日本財団人材育成事業の卒業生を中心とした国際チーム、ジェブコ日本財団アルムナイチームの優勝報告会のお話だよ。なんだかすごいコンペみたいだね。この国際コンペはアメリカのエックスプライズ財団が主催し、2016年10月から19年2月にかけて実施されたもので、22カ国から32チームが参加、3段階の審査を経て海洋探査技術の優秀さを競ったんだよ。海底で測量し海底地形図を作成するんだけど、
探査技術だけではなくて手際の良さも求められるんだって。そこでの優勝はすんごいことだね。皆さんおめでとうございます。さあ次は東京で開かれた海の贈り物フェアのお話だよ。10月新宿高島屋タイムズスクエアで全国海の贈り物フェア2019が開催されました。全国各地のえりすぐりの海産物などを販売するイベントなんだ。長崎からは浜口水産さんの浜口だし、そしてきびなくん、もう一つマダイ味噌、この3商品が出品されたんだ。どれも大好評、多くの方からご好評いただきました。次は海の PR コンテスト海ポスグランプリ2019のお話だよ。海ポス2019動くポスター部門で長崎県の牧原さんが審査員特別賞矢ヶ崎のり子賞を受賞しました。海ポスは日本財団が行っている海と日本プロジェクトの助成事業の一つで、地元の海に多くの人が集まってくれることを目的とした地方創生プロジェクトなんだ。大人から子どもまでいろんなジャンルで気軽に応募できるプロジェクト、スリッと笑えるユーモアあふれた作品がいっぱいです。合計で3900点以上の応募作品の中からポスター、絵手紙、動くポスターのそれぞれの部門で入賞作品が選ばれたんだ。それでは長崎の作品ご覧ください。実際はその海に入れない人とか、入りた、何ですか、見る方が好きっていう方が多いんじゃないかなと思いまして、まあ、そういったのも楽しめる場所だよっていう意味で、はい。まあ、海も川も山もそうなんですけど、やはりゴミを捨てるっていう人がいなくなると、もっとこう何ですかね、遊びに行く人とか楽しめる人がもっと増えるのかなとは思います。牧原さん、審査員特別賞おめでとう。来年ははっちゃけ者も応募するぞ。続いては長崎市で開かれた長崎エコライフフェスタのお話だよ。今年で10年目を迎えた長崎エコライフフェスタ、誰でもいつでも簡単に実践できる市民のエコ行動を推進するため、身近なエコ行動を提案し、気軽に楽しめる環境イベントなんだ。今回、このイベントで長崎海援隊がブース展開をしてくれたんだ。普段は長崎市内の海岸の清掃を月に1回ぐらい行って、その海岸で、どんなゴミがどれぐらい落ちているのかっていう調査をして、その結果をこういったエコライフフェスだったり、あとは小学校とかに出向いて出前講座をしたりとかして広報活動をするような活動をしてます。こうそもそも海ゴミがどんなものかっていうのをこう少し知ってもらうきっかけになったらいいかなっていうのと、あとそのゴミを捨てないとか、そういったことを、まあ、身近なことですけど、こうよりこう再確認してもらうためのものかなと思ってます。小学生の仲間たちに海洋ゴミについて知ってもらうためにクイズに答えてもらう、そういう形式で行ったんだ。海と日本プロジェクトの趣旨についてもチラシやパネルを見てもらいながら興味を持ってもらったんだよ。みんな真剣に取り組んでるね。海ゴミって海ゴミって言うけど、どこから来てると思いますか？海、川、町。海だと思う人、川だと思う人、町だと思う人、あ、全部だと思う人。おー、すごい正解です。そう、全部なんです。
クイズ形式だからみんなとっても楽しそう。いろんな海のことを学べるんだね。ゴミを川に捨てない。海にゴミを捨てない。ゴミを捨てている人がいたら注意する。海にゴミを捨てたらみんなで砂の汚れているところをピカピカにする。ゴミを川や海に捨てない。ゴミを海に捨てたらみんなで拾わなければいけないから、ゴミを捨てない方がいいと思いました。次は親子で参加、魚のさばき方教室のお話だよ。アジをさばいたみたいだよ。いいないいな。川波アナウンサー、詳しく教えて。海の恵みを美味しい魚料理でかみしめました。長崎市でこのほど親子が参加して魚のさばき方教室が開かれました。さばける塾と銘打った魚のさばき方教室には14組の親子が参加しました。教室は海の環境保全を進めている海と日本プロジェクトの一環で行われ、今年で4回目です。教室ではまず九州調理師専門学校の川島健二校長が美味しい刺身にするポイントを解説し、華麗な包丁さばきを披露しました。そしてお父さんやお母さんに手伝ってもらいながら、子どもたちが地元で採れた新鮮なアジをさばいていきます。およそ1時間かけて3枚におろして刺身にし、骨で煮出した味噌汁と一緒にいただきました。鱗取るとことか包丁の向きとかが難しかった。皮を剥くところが楽しかったよ。美味しかったよ。あんまり生魚がもともと得意ではなかったので、自分でさばいたらもっと食べれるようになるかなと思って参加しました。自分で作った魚料理に舌鼓を打ちながら、参加者たちは海の恵みを感じているようでした。海は楽しくて美味しくて思い出がいっぱいある大事なところ。これからもみんなできれいに守って、そして海ともっともっと親しんでいこうね。海と日本。